で、お前らちょっとここでネタだと思ってるやつ、それ軽率、それ軽率だよ。まあ大体分かってると思うんだけど、内容は。まあ、あれ？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 あれ、ここどこですか？札幌だよね。あ、おかしいな、俺東京のネタバレなんだけど。うん。あれ？杉崎さんじゃん。あれ？もしかしてヨリーさんですか？そうだね、杉崎さんだよね。まあ一応東京の方ではそういったこの名前でね。すごいね、この息が白くなる。そうそうそう、見てこれ、そんなに羽毛なかったんだ、うん、これ何どうやってんのこれ。なんで札幌にいるの。いや寝てたら異世界転生されるしてさ。それ軽率だよ。いやマジで本当にまさか夢が現実になるとは。ということで現在オタクだから、だからこの回転を味わうことがあんまないよね。もう出禁になってないから。あ、やばいやばい、あのちょっと偉そうな人が出禁。あ、なってない。なんでその初めて来たって出禁になってるの。うん、有名。ほんと？ほんとに言ってる？うん、うんちく、うんちくを邪魔かな。どこに置くの。机。いいじゃん、我が家の机。え、あの机？あの机。どの色がいいと思う？これ買っておくわ。ああ、いいじゃん。なんか目取りたいの？目のあるやつじゃないやつなんですか？すべてが目に見える。そうだね。赤好きだから赤にしよう。お、いいね。赤と黄色が本来の。たんだけど、うん、なんか新宿みたいなのね、東京の。もう見る限りホストキャバ嬢風俗のキャッツ。ああ、やっぱりイケメンだからさ、こう、いやいや声かけられたんじゃない。いや、ここもね、もうこんな感じで、うん、こんな感じで歩いてたから。話しかけたらヤバいやつ。ほんと話しかけたらめんどくさい。市電だよ、市電。闇金があるぞ、闇金が。闇金？アコムがある、アコム。アコムの下にモスバーガーがある。アコムで金を借りてモスを食べる。5万の像を買ったから、5万。なんか5万円で売ってたからね、買っちゃった。正確には4万5000円だったんだけど、うん、北海道の思い出にね、うん、インドのね、像を買った、うん。普通さ、雪を食べてるからとか言って、俺も食べちゃおうかなって思っちゃってさ。え、うまくない？ほら、たくましく生きろよ、たくましく生きろよ。カラスも雪を食ってたから。うん、え、なんかあれじゃないの、落ちた木の実とかを食べてたみたいな。あ、ほんと。いや、俺も落ちた木の実とか。それやりたいだけ。いや、意外とこれ、奥にドラゴン止めたらやってごらん。意外とこれいい。え、これ、じゃあやっても体に害はない。ないないない。いいじゃん、なんかどんな感じになってる？ん？顔。いや、どのもが食べたい。ドトールのモーニングセット。どのも。どの、うん、俺だったらどのロかな。どのロが食いたい。よし、それで注文しよう。それで注文しよう。100円ぐらいで止まったよ。300円かかったっけ。でもやばいやばい、いや俺天才なんじゃねえの。お父ちゃん欲を出す。え、でもこれ持って帰るんでしょ、東京に。超邪魔。なんか布団圧縮袋みたいのに入れて帰る。どうすんのこれ、だってなくない。おう、thank you.